平野紫仕様、インスタライブ中に親友との謎の電話、驚きの言葉にファン歓喜。こんにちは、皆さん。今回は、元、キング、リンチェプリンス、メンバーであり俳優としても活躍する平野仕様さんに関する興味深い出来事をお伝えします。マップス。8月14日のインスタライブ中、彼が親友との電話に出た瞬間、ファンの間で大きな盛り上がりを見せました。 本文、平野耀さんは、その才能ある演技力と魅力的なルックスで多くの人々を魅了し続けてきました。彼のパフォーマンスはファンの心をつかみ、彼の日常生活に対する興味も尽きることがありません。そのため、8月14日のインスタライブ中に起こった驚きの出来事は、ファンたちにとって嬉しい驚きとなったようです。 ライブ配信中、平野紫洋さんの携帯電話が鳴る音が聞こえました。その瞬間、彼の表情は驚きと緊張で満ち溢れていました。え、俺の親友から電話来たんだけど、これ今出たらやばいよね、と彼は言いました。この瞬間からファンたちは興奮し、親友との電話の内容に期待を高めました。彼は電話に出ると、どうした 今、インスタライブしてる、と言いながらも、見てんのにかけてくんなよ。バカじゃないの。と少し困惑しつつもユーモアたっぷりに突っ込みました。このやりとりは、平野紫耀さんのキャラクターの一面を垣間見る貴重な瞬間と言えるでしょう。そして、ファンたちにさらなる興奮を与えたのは、彼が電話中に、僕のファンの方ならお察しがつくんじゃないかなと思います。 僕と似た体型のゴリラっぽい方というか、ゴリラなんて言えばいいかな、顔がモアイっぽいというか、誰かは言わないけど、親友の子、と語った瞬間でした。この謎めいた発言は、ファンたちに様々な想像をかき立て、親友の正体についての魅惑的な謎を残しました。結論、平野紫耀さんのインスタライブ中の出来事は、 彼のファンたちにとって楽しい驚きとなりました。その人柄やユーモア溢れる一面がライブ中の電話のやりとりを通じて鮮やかに現れていました。また、彼が謎めいた言葉で親友について語る場面はファンたちにとって今後の興味深いトピックとなることでしょう。 挨拶、今回の出来事を通じて、平野志耀さんの魅力的な人柄や日常に迫る貴重な瞬間を共有できました。ファンの皆さんは、彼の今後の活動にますます期待が高まることでしょう。どうぞお楽しみに。ことで